今日私は第二コリント4章7節から11節の御言葉を通して「土の器の勝利」という題名で御言葉を語りたいと思います。今日の本文を見ると使徒パウロが第二コリント4章7節に「私たちはこの宝を土の器の中に持っている」とその計り知れない力は神のものであって私たちから出たものではないことが現れるためであると語られています。 この土の器というものは人間の弱さとまた有限性を意味しています限りがあることを意味していますよね特に今日の本文破説を見るとえ文脈上破説の御言葉からを見てみると四方から観覧を受けてもまた途方に暮れても行き詰まらず迫害を受けたり倒されたりいろいろとえお 苦しみがある与えられることを意味しているんですけれども、使徒パウロがリキリストの福音を伝えながら迫害を受けていたこと、そういう苦しみを受けていたことを意味しています。ですから、この土の器というものは、えー、人間すべてが弱い、こういう土の器のような存在であるけれども、特にキリストの御言葉を受けて、またキリストを信じる者たち一人一人を意味しています。 御言葉を受けた神徒がのの器のようだと語っているんですねですからこの土の器に与えられたその恵み、宝がです、ね、光とするならばこの御言葉を保管される時に世の中の王であったり金持ちであったりそういう人たちに与えられるのではなく土の器のような弱い人間に御言葉を与えてくださってまた保管されたということを意味しています。 今日のこの宝を土の中に土の器の中に受けたというのがどういう意味があるのかまたどういう教訓を与えるのかを見てみたいと思いますまず1つ目に見言葉を受けた信徒を宝を、えー、持った土の器だと語っています土の器だとこの土の器というものはオストラキノスという単語ですギリシャ語でオストラキノス これは器という意味ですね、土器というものは弱いものであります。安く。また、すぐ割れてしまう、そういう弱い存在を意味していますね最。初最初の人間であるアダムを創造される時にも、創世記2章7節を見ると、神様は、 土によって、塵によって人を作られたと語っていますよね。土の塵で作られたため、アダムも土器なわけです。しかし、その土器の中に神様の宝を与えられました。命の息を吹き入れられたわけですよね。それは神様の霊でした。ですから、土の中に、土の中に宝を、息の神様の霊を受けたわけです。 神様の御言葉、神様の霊を受けた人の魂を神様は灯火であると聖書は語っています。信玄20章27節を見ると、人の魂は主の灯火であると語っていますよね。皆さん、昔の灯火を見てみてください。このようにえ形をしているんですけれども、土で。 形を作って取っててたま焼くわけですそしてその中に油を入れて芯を入れてそして照らすわけですよね油があれば光を灯すわけです昔使っていた灯火なんですけれども神様の霊を受けた人はこの灯火であると語っています 聖書で油というものは神様の霊を意味しています。私たちの中に神様の霊が満たされているならば、私たちも世の中で友しとして歩むことができることを意味しています。今日の本文でも、この、えー、宝を土の器に持っていると語っています。よねこの,とこの、ま、宝と語っています。この宝 ですからこの宝このという単語があるということは昔前に語っていたその宝のことを意味しているわけですよね。ですから第二リント4章6節を見ると記録されています。闇の中から光が照り入れようと仰せなった時、そのキリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために私たちの心を照らしてくださったと。その宝を土の器の中に持っていると語っています。 ですから、この土の、この宝というものは、イエス・キリストの顔に輝く神の栄光の光を表しています。シト・パウロは、イエス・キリストを通して出会った神様を、宝だと語っているわけですね。シト・パウロが神様を信じていませんでしたか神様を信じていた人たちです。パリサイ人です。しかし、イエス・キリストに出会ってから、 悟った神様はもっと正確であり、もっと確実な御言葉を下さる神様であると、そういう神様を悟ったと語っているわけです。その魂その宝を土の器に持っていると。イエス・キリストの弟子たちを見てください。ほとんどが漁師だったわけですよね。学歴がありませんでした。勉強した人もいません。また イエス・キリストの周辺に出てくる人を見ると、罪人であったり、また、遊女であったり、世の中の基準からしてみれば、土の器のような存在でした。金や銀、そういう王であったり、もう、権力のある人たちではなかったわけですよね。しかし、シト・パウロは違うわけです。シト・パウロはパリサイ人であり、 ユダヤ人の中でもユダヤ人でありローマの市民でもあり学歴も素晴らしい学歴を持った人でした自分自身についても、えー、シトパウロは宝を土の器に持っていると語りました第一コリント1章27節から29節を見てもこう記録されています第一コリント章1章27節から見ると この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの弱いものを選び、有力なものを武力,に不力なものにするために、この世で身分の低いものや軽んじて得られるもの、すなわち無に等しいものをあえて選ばれたと語りながら、二十九節にどんな人間でも神の御前に誇ることがないためであると語っています。力と 栄光の源が神様にあるということを強調しているわけです。御言葉を受けた信徒は神様の前にいつも謙遜でなければいけないということを強調しているわけですね。私たちが持っている力、能力は神様から与えられているわけです。学力であったり知識やお金でなく父なる神様が源であるということ。 例えば、ギデオンの300の勇士について皆さん聞いたことがあると思います。ミディアンという国がイスラエルを治、えー、めました、7年間。そして、ミデアンと争うと、えー、3万2000人が集まってきたわけですよね。しかし、神様はとても多いと。ここから、 みんな、えー、恐れる人は、えー、家に戻しなさいと。そして残った人は1万人でした。その中でもまた神様はまだ多いと。また、そこからまた家に帰らせて300人だけが残ったわけですよね。四式七章、二節になりますよね。主はギデオに言われた、あなたと共におる民はあまりに多い。故に私は彼らの手に見てやん人を渡さないと。 おそらくイスラエルは私に向かって自ら誇り私は自分の手で自分を救ったのだと言うであろうと語っていますよねなぜ人が多いと言われたのかというと勝利をしてから自分たちの力で勝ったんだと自分がやったんだと傲慢になるから神様は人の人数をですね人の数を少なくされたわけですイスラエルが3万2000人集まったならば イスラエルよりももっと強いミディアンの、えー、軍隊はどれほどいたと思いますか数万人だったでしょう。その数万人と争うために300人を神様は選ばれたわけです。四式7章16節を見ると、その300人に、えー、手にラッパを持たせ、また一つに片方には壺を取らせましたよね。そして壺の中に松明を灯させました。刀なん,刀なんてありませんでした。ラッパと またともしび。そしてそれをもってですね、ギデオンがラッパを吹けば、えー、自分たちもラッパを吹いて。そして、えー、四式七章中級節を見ると、えー、その通りにですね、ラッパを吹いて、また、えー、手に持っていた壺を打ち砕きながらですね、出ていったわけです。その時ミディアン人は、 恐ろしく驚いて殺し合いながら逃げていったわけですよね。この300人の勇士がミディアンの数万人の軍隊を打ちまかせたわけです。このラッパというものは、御言葉の先風を表しています。御言葉を語ること。また、もう片方に持っていた壺と松明ともし火は今日の本部のように。 壺というもののは何ですか土の器ですすか土器よねその中に松明を持っていたわけです。灯火を持っていたわけです。そして瞬間、神様が示されるその瞬間、壺を打ち砕き、その松明を持って、ミディアの人々を驚かせたわけですよね。300人という小さな数が7年間も圧力によって収められていた、そういうミディアの軍隊を、え。ー 追い払ったわけです私た,ちの中私たちも同じように、たいまつが、ともしびが照らさなければいけません。土の中に私たちは神様の御言葉、光のたいまつを燃やしておかなければいけません。そして、その壺も砕かれなければいけません。詩篇51ペ17節を見ると、神の受けられる生贄は砕けた魂ですと。 神をあなたは砕けた、食いた心をかろしめられませんと語っていますよね。ここに砕けた魂、砕けるというのは、えー、本当に言葉の通り、砕ける、ひ、え、び、ー、が入るということです。私たちを訓練されながら、私たちを砕かれることがあります。私たちが砕かれるときに神様の力が現れるわけです。 自分の人間の力ではなく神様の力が発揮されるわけですよね。大きな2番目に、宝を持った土の器の勝利はどのようになされるでしょうか土の器の勝利はどのようになされますか具体的に見てみると、神様の節理を通して与えられます。節理 この節理という単語ではヘブル語でラーと言います。ラー。これはあらかじめ準備するという意味です。またギリシャ語ではプロノイアと言います。プロノイア。これは先見節理。あらかじめ知るという意味ですね。あらかじめ知る。予言すると。ですからこの節理というものは神様が定められた目的を達成するために なされる全てを納められる神様の活動を意味しています。簡単に言うと、摂理というものは神様が背後で見心をなすために宇宙万物の全てを動員してコントロールされること、経営されることを意味しています。目的の達成のために動かされることですね。それが摂理なんですけれども。 摂理というものは信仰の、えー、次元の高い部分を意味しています。皆さん、神様が、えー、働かれることを目で見たいと思いますよね。奇跡であったりだとか、何か証拠を見たいと願うわけです。しかし、摂理というものはそういうものではありません。信仰のない目で見ると、これは摂理かどうかわからないわけです。 この摂理の例えを言ってみるとですね、まず一つ目に、モリアの山でアブラハムに現れた摂理がありました。創世紀22章14節を見ると、神様はアブラハムに息子であるイサクを捧げなさいと語られました。そして殺そうとしたときに止められて、ようやくあなたは私を信じることを知ったと。 恐れるものであることを私は知ったと語りましたよねそしてお羊を与えてそしてえそこをアドナイ入れと語りましたよね主の山に備えあれと神様はあらかじめ準備されていたわけです全てのものをイサクを捧げる テストを与えられましたけれども、あらかじめその羊を与えてくださったわけですよね。それが摂理です。また2番目に、基金の前にヨセフを先にエジプトに送られた摂理がありました。全世界の基金があることを神様はあらかじめ知っておられ、ヨセフを先に使わせて、飢饉のために準備することができるようにされたわけです。摂理されたんですね。 創世記45章5節を見るとあな,たがあなた方が私をここに打ったのを嘆くことも悔やむこともいりませんと神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのですと語っています創世記45章5節に記録されています兄弟に添えていたんですよね兄弟たちはそのヨセフのことを憎んで エジプトに売り払ったわけですけれどもそれが節理だったと語っているわけです。ヨセフをエジプトに先に送られたことそれが神様から与えられた節理だったと語っているわけです。聖書を見るとアモス8章11節に最後の時は世の終わりの時は御言葉の飢饉が来ると語られています。エジプトの飢饉のためにヨセフを先に送られたように 最後の御言葉の基金のためにも神様は私たちのために準備された一人がいるということなんですね。ヨセフのように御言葉を準備して御言葉をくださるそういう方がいるわけです。その基金をしっかりと通ることができるように準備させてくださるわけです。ですから私たちは心配する必要がありません。御言葉の危機が来てもヨセフを 使わされたように私たちにも道を開いてくださるということを皆さん信じてくださいまた3つ目にダビデの、えー、10番目の逃避経路の中でマオンの、えー、荒野ですねマオ,ンマオンというところで働かれた説理がありましたサムエル・上23章 26節からを見ると記録されているんですけれども、サウルがダビデを殺そうとしていましたよね。その時に、えー、ダビデは逃げていきましたけれども、このマオンではダビデを囲んだと記録されています、囲んだと、えー。26節を見ると、サウルとその従者たちがダビデとその従者たちを囲んで捕まえようとしたと語っています。 本当に捕まえられそうになったわけですよね。しかし27節を見ると、その時サウルのところに1人の死者が来ていた。ペリシテ人が国を、えー、犯していますと。急いで来てくださいと。28節に、そこでサウルはダビデを追うことをやめて帰り、行ってペリシテ人に当たったと。それで人々はそのところを逃れの岩と名付けたと語っていますよね。皆さん、これは神様の説理なわけです。ダビデが。 本当に捕まえられそうになった時に、神様はどうされましたか？違法のペリシテ人たちを動員して。サウルがタビデを諦めてペリシテと争うことができるようにですね。導かれたわけです。そのため、その場所を何と言いましたか？逃れの岩と逃れの岩と語られましたね。逃れの岩また分離の岩という意味です。分離の岩神様が。 ダビデとサウルを分離されたわけです。ダビデに近づくことができないように分離されました。このように神様は違法の、えー、国が侵略してくるその時間までも、えー、全て動かされる方であることを意味しています。1分だけでも遅く来てたらどう,どうなりますかダビデは捕まえられていましたよね。 すべてを神様は治めておられるわけです。このようにすべてを治められる方、それが神様なわけです。このようなことを聖書は記録しているわけですよね。ですから私たちには、えー、安心することができるわけです。私たちは土の器のような弱い存在であっても必ず勝利することができることを意味しています。神様がいるからですよね。 救済シリーズ第4巻を見てみるとその摂理の領域について記録されているんですけれどもこう書いています摂理の領域は宇宙万物の中で時空間を乗り越ええー、全てにおいて満たされていると語っていますまた個人の暮らしにおいてもまた民族と国家また宇宙万物の星たち太陽を中心とした 全ての自然の現象、天気やあらゆるものにおいても、地球上にある鳥や獣、微生物も、小さなものまでも全て神様の手の中にある、摂理の中にあると語っています。ですから私たちは心配する必要がないわけです。なぜならばウイルスも、ウイルスも神様の摂理の中にあるわけです。皆さん神様の 許しがなければ、えー、動くことはないわけです。神様の摂理の領域、宇宙万物に満たされているわけです。しかし、そのような中でも人間の自由意志は神様が、えー、制限されませんでした。私たちには自由を与えてくださいましたよね。自由意志を与えてくださったわけです。 例えば、ルツキを見てみましょう。ルツキを見てみるとですね、えー、エリメレクとナオミという、えー、家庭が出てきますよね。彼らがペツレヘムにいたわけですけれども、カナの地に飢饉がありました。その基金のために約束の地を、えー、出ていくわけです。そして移民していくわけですよね。 それは神様が喜ばれることではありませんでした。イサクの時も飢饉がありましたけれども、その飢饉があってもその地を離れてはいけないと語られました。その時イサクは危機の中でも100倍の祝福を受けたわけですよね。ですから、このナオミとエルメレクはモアブに行ってしまったわけですけれども、先にエルメレクが死んで、そして息子も2人死にました。 結局これは間違った決断をしたために与えられたものなわけですよね。カナの地を,を出ていたことは自由な意思だったわけですよね。罪を犯してしまいましたけれどもそれも神様の意思でした。しかしそこの中にも神様の説理がありました。モアブに行ったからこそルスという人を得ることができたわけですよね。 そして、ナオミとルツがまた別レヘムに戻ってきて、結局、ルツがボアズと結婚することによって、オベデを生み、そしてその旅での王がその家庭から出てきて、イエス・キリストの経図がえ途切れることなく続くことができたわけです。イエス・キリストの先祖となったわけですよね。このように、人間の自由意志を保存しながらも、その罪とその失敗や、 間違いなども利用されながら神様の見心なしで行かれる方であることを意味しています。ヨセフの兄弟たちも同じです。憎みによってヨセフを売り払ったわけですよね。罪を犯したわけです。しかし、そこにも神様の説理がありました。ヨセフが先に行って、飢饉のためにあらかじめ準備する、そういう説理があったわけです。ですから私たち ローマ8章28節の御言葉を信じることはできますよね。ローマ8章28節を見ると、神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださったと。それは多くの兄弟の中で調子となされるためであると語っています。すべてご計画に従った者たちと共に働いてパンジを益としてくださるわけですよね。 またエステルを見ても説理を知ることはできます。エステル賞は神という名前が一回も出てくることはないわけです。出てこない書物なんですね。ですからこのラッピーたちはこのエステル賞を聖書から外さなければいけないと語りました。 しかしこのエステル書というものは神様の説によって満たされているものであります。えー、ペルシャ王国に、えー、支配されて暮らしていた者たちです。エステル三章八節を見るとハマンはアッシュエロ王に言った。お国の各州にいる庶民のうち散らされて別,別れ別れになっている一つの民がいますと。その法律は他のすべての民のものと異なり、また彼らの王の 法律を守りませんとユダヤ人たちは神様を信じているため国の法律を守りませんとだから殺しましょうとそうやって語るわけですよねハマンという人がハマンという人は、えー、王のすすすぐ下にいる人でで権力者ですしかしユダヤ人の中でモルデカイという人がいたんですけれどもモルデカイが自分に敬礼をしなかったということを見てですね その民族を殺そうと全てなくそうとしたわけです。ユダヤの民族が本当に摩擦されるそういう状況の中にいたんですけれども神様の摂理が、えー、その企てを止めたわけですよね。エス,ルエステル賞を見てみると神様の摂理が本当に満たされている書物であります。例えば、えー、エステル1章から見てみるともともと 王妃の名前がワシテという名前だったんですけれども、いきなりえ王のえ言葉を聞き入れませんでした、このワシテという人が。ワシテという人、王妃ですね。そして王の王妃から退いて、新しい王妃をえ準備することになります。そしてエステルがえそこに行ったわけですけれども、ユダヤ人のことを隠して出て行ったわけです。 このエステル書というのは世の終わりに対するケーを意味しています。エステル書は神様という単語を一回も使っていません世の終わりには神様という単語がなくなるわけですね。私たちこの世の中どうですか神様がいないように感じる場合が多くあります。神様いるのかなと。確信がない。 そういうい時もあるわけですよねしかし信仰の目を開いてみると神様は背後で働かれておられる方であるということを知ることができます。ですから土の器の勝利を神様は約束されているわけですけれどもエステル書でその弱いユダの民族が勝利してハマンが死んだように私たちも神様の摂理の中で保護されて。 最後まで勝利を与えてくださるということを約束しているわけです。それを信じなければいけません。土の器の勝利を聖書は約束されているわけです。では、この土の器、この弱いものというものは誰でしょうか経済的に富んでいたり、学歴が高ければ土の器ではないんですかそれは違うんですね。聖書でいう役着者というものは。 神様を頼る者です。神様に頼る者。神様に頼らない人は強い者です。自分が強いから神様を頼らないわけですよね。神様を頼る人は弱い者です。土の器だと認めてくださいます。そしてその中に宝をくださり、その土の器を守ってくださるわけですね。信玄十一章二十七節を見ると。 自分の、えー、富を頼る者は衰えると。正しい者は木の青葉のように栄えると語っています。また信玄十六章二十節を見ると、謹んで御言葉を行う者は栄える。主により頼む者は幸いであると語っていますよね。主により頼む者は祝福があると、栄えがあると。神様の御言葉に注意する者、従う者に 祝福があると語っています。また、神言19章を見ても、神言29章、25節を見ても、同じです。神言29章、25節を見ると、人を恐れると罠に陥る。主に信頼する者は安らかであると語っていますよね。主に頼る者。そういう人を神様は安全に守ってくださると記録しているわけです。神様の説理というものは、神様に頼る信徒にあります。 また土の器の中に宝があるもの、そういう人を神様は守ってくださるという約束です。ですから、また1十章二十九節を見ても書いてますよね。スズメが天から、空から地に落ちることは神様のその権威の中にあると語っていますよね。私たちを、そうやって神様を守っていられる方なんですね。 私たちは心配する必要はないわけです。一つだけ注意しなければならないのは、私たちの中にある宝があるのかないのか、それをしっかりと、えー、見ながら歩まなければいけないわけですね。私たちの中に宝があるならば、その土の,中土の器を守ってくださるわけです。ですから私たちの中にその宝を、えー、蓄えるものとならなければいけません。 世の中のことで憂い、患い、また心配するのではなく、自分の宝をしっかりと守ることができるように、信仰生活に集中して、最善を尽くしていく皆さんとなることを願います。最後に、ローマ8章3十節を読んで、御言葉を終えたいと思います。ローマ8章30節を見ると、それではこれらのことについて何と言おうか、もし神が私たちの味方であるなら、 誰が私たちに敵を得ようかと語っていますね。神様が私たちの味方となられるならば、私たちの前に敵はいないわけです。どんなに弱くても神様が私たちの味方であるならば、恐れることはないと語っておられます。ですから私たちは毎日神様の前に謙遜にへりくだって、自分に与えられた宝をしっかりと守り、神様が私たちの 守りとなられ、私たちを導いてくださるということを信じながら、えー、最後まで歩んでいく皆さんとなることを、主のびのもて祝福いたします。じゃあ祈ります。愛する地なる神様、感謝いたします。今日も私たちをこの世に愛してくださり、私たちの足を神の宮へと運んでくださり、土の器のような弱い存在ではありますけれども、私たちの中に、 この宝である救済士の御言葉を与えてくださり神様の見前に歩むことができる信徒として導かれることを心から感謝いたします私たち信徒一人一人を覚えてくださり毎日毎日暮らす中でこの宝をしっかりと保管し祈りながら歩むことができるよう導いてくださいいつも謙遜な心を持って父なる神様に頼りながら歩むことができますように 神様が守られ、導かれ、また守ってくださる祝福を得る、信徒となることはできるよう祝福してください。また私たちだけではなく、家族と職場、家庭、教会、すべてのものにおいて、守ってくださる祝福が与えられますように、最後の時土の器が勝利するときに、私たちすべての信徒も同じような勝利を得ることはできるよう導いてください。神様に頼り、祈るときに天の扉が開き、 祈りの答えが与えられますように、またすべての生活において、またすべての祈りの課題が答えられる、祝福が与えられるよう導いてください。すべて祈った通りになされることを信じて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン